もこんにちは、しゅんじです。今日はアマゾンで購入しましたトミーテックジオコレ64カースナップ03A の少し早いですが初詣、こちらの方を見ていきたいと思います。今年はね、来年か初詣ね、ちょっと厳しそうなんでかなり早いですけど、こちらを見てちょっと満足したいと思います。はい、スケールの方はですね、64分の1となってますね。で、中に入ってる車両、トミカリミテッドヴィンテージネオの車両が入ってます。はい、くるっと回して後ろですね、ここにね、セット内容が書いてますね。で、上の方には、64分の1スケールのフィギュアがセットになって初詣の情景がお楽しみいただけます。鳥居の周りに車やフィギュアを自由にレイアウトして自分だけのとっておきの年賀状写真も撮影できます。あ、なるほどね、そういった使い方もできますよね。お手持ちのトミカリミテッドヴィンテージと合わせてあなただけのストーリーを描きましょうって書いてます。いいっすね。外で撮ったらなんかめっちゃ映えそうな感じですよね。はい、それではね、取り出しますね。お、開けにくい。よいしょ。はい、出てきました。後ろなんか竹バッグになってる。めっちゃ綺麗にね、入ってますね。では、取り出します。取り出せました。小さいパーツが多いんでね、なくならないように注意しながら、見ていきたいと思います。順番通りに行くと1番は車なんですけど、車の方は最後にして、こちら2番の鳥居から見ていきますね。まあ、車両とね、大きさをちょっと比較するとね、こちらとなってて、結構大きめのサイズに、鳥居はなってますね。高さね、高さ9センチぐらいある。結構大きいですよね。で、横もね、そこそこあるんですよ。あ、9センチ以上あるな。10センチありますね。すごい綺麗なね、色してますね。で、当然木とかではなくてプラスチックでできてて、まあ、鳥居のおもちゃとかね、まあ買うことないんで、いや、これはこれで結構嬉しいですね。で、狛犬 AB ってあるんですけど、これどっちなんだろう。なんか口元がちょっとね、若干なんか形違う気はするんですよね。うん、どっちがどっちかちょっとわかんないですけど、小さいです。小さいけど、よくできてる。なんか頭のところとか、なんか形ちゃんとしてますもんね。まあ、こちらもね、車両、カローラと比べるとね、こんな風になってて、めっちゃちっちゃいです。タイヤぐらいの大きさですからね。で、もう一個の狛犬はこちらとなってますね。ちっちゃいけどよくできてて可愛いですね。で、狛犬をね、セットする台があるんで、この上に狛犬をセットできるようになってますね。はい、こんな感じです。あ、可愛いっすね。なんかどっか転がってなくなっちゃいそうですけど。次は5番、神主フィギュアです。すごい色綺麗ですね。で、服にシワがあったり、作りはめっちゃ細かくて、で、結構年配の方っぽいね、顔の雰囲気になってますね。ちゃんと扱わないとバチ当たりそうで、怖いですね。で、大きさなんですけど、これ高さね、2.9 センチぐらいあって、まあ、思ってたよりサイズ大きいですね。次は6番、男性フィギュア、和服ですね。ビシッと決まってますね。髪型も決まってます。こちら7番女性フィギュア和服ですね。右手にバッグ持ってますね。女性の方も髪の毛ビシッとね、決まってますね。後ろで束ねた感じになってんのかな。で、8番がめちゃめちゃちっちゃい締め飾り、ユーザー取り付けパーツって書いてるんで、車にね、これ、まあ、つけたい方はつけて、どうぞつけてくださいって感じのパーツですね。いや、これ、ボンドとかで多分止めるんでしょうけど、いや、これはつけたくないな。では最後1番のトヨタカローラ、1500SE リミテッドを見ていきたいと思います。色は、白色のソリッドでね、クリアの、肌もね、すごいいいですね。テカテカで綺麗な肌してます。ヘッドライトクリアレンズになってますね。まあ、トミカリミテッドヴィンテージネオの車両なんでね、作りはやっぱりいいですよね。ボンネットのプレスのラインとかバチッと入ってますね。はい、僕昔ね、働いてたガソリンスタンドのね、所長がこの車両乗ってました。で、ホイールはですね、あー、いいっす、懐かしい形してるな。そう、アルミ感のあるね、シルバーのペイントになってますね。タイヤはゴムになってます。はい、で、横ね、モールがあって、アウターハンドルは黒色になってます。で、ドアミラーがあってね、サッシのところは黒色になってますね。ロッカー横下の方も黒色になってる。この辺の作りがね、めっちゃ細かいですね。はい、後ろこちら、テールがね、クリアパーツでできてて、ナンバープレートの両サイドにあるの、これ何だったっけ。これナンバープレートのランプですかね。シルバーにね、塗装されてますね。で、ちっちゃくてちょっと見えないんですけど、あ、ここカローラは見えた。エンブレムがね、ペイントされてますね。
そう、リアバンパーの形がね、本当にいいですよね。実車と全く同じだろうなっていうね、そんな感じになってますね。で、マフラー右側から出てますね。はい、反対側のサイドドアミラーがあって、ガラスはクリアガラスになってるんで、中はね、よく見えるようになってますね。で、室内は昔実車とかでもよくあったあの赤色っぽいカラーに、ね、なってて、ダッシュとあとシートが赤色、かなり暗い赤色になってますね。でバックガラスね、ここに、なんか書いてますね、文字がね。ほんと細部までね、しっかり作り込んでるんですよね。いや、めっちゃ面白いっす。はい、底面はこちらスケール64分の1となってます。でボンドで付けないですけど、こう締め飾りを前に、セットすると、こんな感じになりますね。あー、セットしたいですけど、さすがにボンドは嫌ですよね。タイヤもあるんでね、一応手転がしで遊べるようになってるのと、ギミックにサスペンション機能がついてますね。サイズちっちゃいんですけどね、もう形よくできてて、ちゃんとギミックもついててね、まあ、このサイズでちょっとあのドア開閉機能とかがついてたらどんな感じになるのかっていうのが気になるんで、なんか1台ぐらいちょっとやってほしいですね。もしかしたらドア開閉機能ついてんのあんのかな。最近トミカリミテッドヴィンテージネオね、買い始めたところなんで、ちょっとその辺詳しいことはちょっとわかんないですけどね、ボンネット開閉とかもあったら面白いですよね。で最後にね、セットで入ってたのを飾ってみたいと思います。まず鳥居をセットして、まあ、どんな感じでいこうかな。で、両サイドに狛犬ですね、この辺にセットして、いや狛犬のねセットが結構大変です。めっちゃちっちゃい。でどうしようかな。真ん中に、神主さん置いて、男性フィギュアと女性フィギュアを狛犬にね、はい、セットして、でやっぱりメインの車両はどうしようかな、見えるところに置きたいんで、こう車で来たっていう感じで、後ろに置いときましょう。ここに置いたら絶対迷惑だけどね。ちょっとねこの辺ズームにしてね、映したいんですけど、鳥を映そうと思うとちょっと引き気味になっちゃいますね、カメラね。ちょっと鳥全部映るのは諦めて、あ、いい感じになりましたね。これ箱で描いてたみたいに外で撮ったらめっちゃなんかすごいいい写真撮れそうな気がします。はい、ということで今回はトミーテックジオコレ64カースナップ03A の初詣をご紹介しました。こちらお値段がですね、僕 Amazon で買ったんですけど、4125円で購入しました。参考価格はね5500円になってましたね。ちょっと Amazon 安いです。まあ、いつ飾ってもこういうのはいいと思うんですけど、なんか初詣ってなってるから、なんか年末年始とかしかね、なんか出しにくいな。前にご紹介したキャンプとか洗車とかでしたら、こうね、ずっと飾っててもいいかなって思うんですけど、なんか初詣ってなるとね、なんか期間限定っぽい気がしますね。まあ面白い作りにはなってたんで、また気になった方はよかったらぜひ、チェックの方してみてください。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価、グッドボタン、チャンネル登録ボタンの横にありますベルマークのチェックもよろしくお願いします。ツイッター、インスタもやってますんで、よかったら説明欄の方に書いてますんで、登録の方よろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。